どうぞよろしくお願いします。아みんな発音いいね。発音발음이너무좋아요。발음좋아요。아じゃあ練習しましょう一緒に。じゃあはい A さん、はい、B さん、はい、A さん、B さん、どこから来ましたか。私は韓国から来ました。あ、釜山のどこですか。はい、じゃあ次は交代しましょう。次は、はい、はじめまして、私は文字です。はじめまして、どこから来ましたか。あ、私は韓国から来ました。コゼどうぞよろしくお願いします。コゼよろしくお願いします。はい、じゃあ終わりです。はじめまして、私は長男牛です。はじめまして。どこから来ましたか。私は釜山から来ました。よろしくお願いします。大阪は？大阪は何？どんな？どんな？本当？大阪は大阪城があります。大阪城。大阪城。大阪村。村民村。うん。とても賑やかな町です、うん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。韓国は뭐라고해。俺の今更のアメリカはアメリカ、アメリカ日本말하면韓国사람들은뭐라고요。미국이라고하죠。써면아름다운나라죠。아름다운나라。아름다운한자로쓸수있는사람이세요？몰라？이게미국。중국말로하면은요，美国。美。美。みんな食べた？韓国語。국자？이게昔の漢字ですか？そうですね。우리는도이츠라고해요。도이츠왜냐면요도이츠말이라고도이츠라는거아죠。오케이니폰。오케이니폰。맞아요。일본사람들은존식으로는니폰이라고해요。니폰존식으로는요。音を出しても大丈夫。だみんなラーメン屋行ってみて。日本の人がたくさんって食べてる。うん。이게오른쪽에써있어요。일본식기의사용방법。ポーズして。はい、お疲れ様でーす。可愛いです。可愛い。どう？写真で見た？はい。ここ来てどうですか？大きいです。大きい。韓国の釜山からみんな来ました学生です。大阪来てどうですか？ここは。面白い。
面白い、はい、じゃあどうですか、はい、楽しいですね。楽しいですか。はい、みんな楽しんでます。はい、じゃあ今から食事行きましょう。はい、レッツゴー。 OK。 すいません、ようこそ、はい、3日間ですが楽しんでいってくださいね。はい、じゃあ乾杯。日本の居酒屋は初めてですか。初めて。これは何食べてますか。トブ、豆腐ですね。味はどうですか。チョギ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 。日本語とせよ。日本語とせよ。맛있어요。너무맛있어요。아네감사합니다。육회어때요맛이아직안먹었어요아직안먹었어요빨리먹고오케이오케이두부맛있나요아두부형이요아예괜찮은것같아요大事な話もあると思うので、皆さんメモ、メモ取ってください。일본에서3년정도일하고있는신승민이라고합니다。뭐운동선수의생활이끝나면이제할게없잖아요。그런선수들이많잖아요。그래서그런선수들이이제다음에커리어를어떻게할것인가그런거같이고민하고같이그런거컨설팅해주고뭐스포츠선수들이랑콜라보해서기업들이랑그래서상품제작하고약간그런일하고있어요그래서저는거기서이제촬영필요하면영상촬영하고사진촬영하고그리고뭐간단한디자인필요하면디자인하고그런일하고있습니다이제 K-MOVE 사업으로왔는데했다고거절했는데한국어도지가오고도또가아그런데다오면대학생이아닐거니까사회생활로오는거니까한국인というか外国人として日本に来て働いて何か外国人として困ったことはないですか。역시일본어죠일본어가안되니까된다고해도이게실제로이제쓰는건또다른단어들이많거든요또오사카는사투리도심하니까처음에는이제못알아듣는단어들이몇개있어요 번호를못해도코딩을잘안돼요그리고뭐그런과가아니고뭐디자인과다이러면일본어못해도그냥디자인잘안돼요그러면은그냥괜찮아요일본어는커버돼요그걸로日本語で就是役に立ちますか。できますか。できますか。韓国でいいですか。あ、韓国語は話せない。話せない。あ、사실자격증에따라다른것같아요토익이런거면그냥뭐세계적으로운동이니까도움이되고그래도접는게좋죠아그래도얘가할줄알구나이런느낌으로들고있으면은물어볼거아니에요아이게이런자격증입니다아그래도얘가이런걸할줄아는구나이런거를증명해주는거니까어쨌든네그래서아마괜찮을것같아요어떤예를들면어떤자격증이죠뭐컴퓨터로친다면정보처리가아적어두면은괜찮을것같은데카페노카페とか美味しい식당뭐래스위츠스위츠스위츠とかありますか日本語で答えよそうですね分かんないんですけど僕も幸せのパンケーキああそうだね幸せのパンケーキ本当に美味しいもうふわふわあふわ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 してる
これ一番おすすめ。本当に美味しいです。知らん。韓国にパンプレ知らんけど。韓国にもパンケーキありますか？はい、あります。ポップはソウルとか、なんかソウルあんまりないと思います。その日本人の彼女さんと結婚をしたいと思ったきっかけは何ですか？そうですね。まあきっかけ、まあ本当にいい子なんで、なんていうか、まあ、性格もいいし、まあ仕事の面もちょっとめっちゃ頑張ってる、尊敬できるし、まあいろいろそのあれがあって、あめっちゃいい人だな、まあこんなこの子よりまあいい人いないよなって感じで、はい。拍手。拍手。で、まあ優しいんですよ、めっちゃ。憧れ的な意味ですか？はい。憧れ的な意味ですか？憧れじゃないですね、まあ。憧れよりは彼女を憧れることはないでしょう。はい。で彼女をまあなんていうかそのまあ好きってこともあるし、本当に見たらまあ本当にいい子やなと思うので、尊敬できる部分がたくさんあるので、まあそれじゃなくても本当に安定してるなと思う。性格的に家族が仲いいことも、まあ、その中の一つだし。